これを写してる段階の人が、まあ、アマチュアの人は、まあ、80から90%、またその段階だと思います。そういう絵を、もしか展覧会出したんでらしても、大概落ちるでしょう。まあ、入っても昭和とか、ことはない。だから審査員もそんなに似てないからね。こういうことを言いたい。だから今日は、これをいかに無視するかという戦いです。で、たまたま僕はバッグを赤にしました。本当は黒やね、これ。黒を赤にしてるのと全然違うわけですよ。だけど、これを私は赤いやつからブルーにしたいという人はブルーにしてる。こう立てる。
赤色とその青色、黄色っていうのを交互にこう塗ってるけど、それが目の中で交わってくれるわけです。だからそれ印象のやり方なんだけど、それ無意識にこう使ってるのがとても綺麗です。この動き、これ素敵な絵ですね。これ一個一個見てもなかなかいいんですよ。一個一個とっても一つの絵として成立してますからね。今日の色彩はすごいんで、色彩で勝負しています。ということは、モチーフを選ぶときに、色彩の豊富なモチーフを選びなさいよって。非常に形の、きちっとした建物とかお寺とか描かん方がいいよということで。花がばーっと咲いてる方がいいよと、そういうことを言いたいわけです。それで花を薄いんですが、次回はこの花を次回はまた4号でちっちゃいんやけど、野の花っていう優しい絵なんですけど、これを神が壊れない道はずっとだから、どっちが強いとこっちの方が強いんです。でこれは子供用のプレカじゃないんで、中の色が全然違うんです。中の色の顔料が油絵の具を作る顔料と同じものが入ってるから、色が褪せません。だからクレバスのように劣化しません。だからそういう時からこういう粘着液ができたことで、画期的なことになっているので、これで100を200を十分かけますので、そういうのも頭に入れて今後の政策に生かしてもらうと嬉しい、こういうふうに思います。じゃあ今日はこれで終わります。